ですね、選択肢があるんで、やっていきましょうか。次は魔女教養道作戦でいきましょうか。はいっと。さあ、陽動作戦の方に行きまして、また。一回戦ったのにまた戦わせんの？何これ。ちょっとカットします。はい、で、とりあえず終わったんで、ストーリー進めていこうと思います。30分前、陽動作戦？そうだ、奴らが近くにいる。俺が一人でいるとき必ず現れる。俺から魔女教の奴らを引きつける匂いみたいもんが出るらしい。匂い、何の匂いもしないよ。魔女の残りが誰も気づくことないようですから。まあ、とにかく俺が一人で取りこ、はい、おとりになって奴らをおびき寄せるから、俺たちがその後を追って全部倒してしまえばいいってことだな。OK のサインね。はいはい。いやー、イライラするね、本当に。ナツケスバルって死に戻りの能力持ってるじゃないですか。それを別にここで使わなくていいんですよ。ガチャキャラで出してくれれば別に良かったんですけど、出すところがちょっとダメだったね。壊滅戦呼ぶな、お前。邪魔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 。やめてくれ。邪魔邪魔邪魔。呼んでくれんのはありがたいけど、邪魔。邪魔だな。で、黒の神殿を発見と。まあ、たまたま発見したのかな。戦ってきます。はい、終わりました。で、黒の神殿発見終わりですね。まあ、ここだとほぼ何の関与もない感じなんですけど、まあ、どうなって繋がってく、うわ、いやー、MV があるのが嬉しいんだけど、もうちょっとストーリー良くしてくれないかな。いや、なんでそんな顔すんだよ。のさ、同じさ、PV をさ、2回も使わなくていいしさ、声が入ってないからさ、感想移入できないんで、もう、プリコネみたいにもうちょっと頑張ろうよ、もう、制作陣。まあ、頑張ったんだろうね。もう頑張ったっていうことは分かった。もう、制作陣頑張りましたね。もう、殺す。いや、気持ち悪いな。なんか AR で見るとめちゃくちゃ気持ち悪いんだけど、普通に。何その挨拶の仕方。キモ。ちょっとびっくりしたんですけど、一応こう、戦いの時に音声がついてるらしいんで、ちょっと一回見てもらいたいんで、ちょっと一応やっときます。はい。さあ、必殺技クリオですね。ギャーっつって一応言う 声が入ってる。わ、気持ち悪い。AR で見ると気持ち悪いな。まあ、でも一応壊滅戦のために、とりあえず作っといたみたいな感じですかね。こんな攻撃したっけ、こいつ。まあ、とりあえずじゃあ倒します。はーい、倒しました。倒れ方もなんか、なんともあっけないというか、変身状態にはならないっていうか。まあ、ペテルギウス登場ということで、ペテルギウスを倒してと。脳が震える。うるわけねえだろ、まだ人の中に入ってきやがって。どうしたの？どうやらペテルギウスというものの精神がナスケスバルの体に入ったみたいだ。ナスケスバルの俺のインベージョンを使えば、お前の精神世界に入ってペテルギウスを追い出すことができるかもしれない。どうするか、お前の判断に委ねる。いや、サテラ呼べよ。サテラ呼べよ。はい？何？そこで、何？そんなわざわざ出してこなくてもよくない？いや、サテラ呼べよ。サテラ呼ばないんだ。ゴーセルを、まあ、とりあえず受け入れるというストーリーね。はい。ゴーセル頼む。俺に任せろ。ナツキスバル、インベージョン。またここで分かれるわけね。なんだこれ。やめろ、邪魔だ。何みんな手も止まってんだ、なんか。もうちょっと動き見せてくれよ。制作陣頑張ったって感じがすげえ伝わってくるぜ。ここが、スバルの精神世界。うわー。なんかもうちょっとなんでこんな、なんか、青空風景みたいになってんの。気持ち悪いな。ここは霧が深いな。なぜです？なぜあなたがしかもここに、この体は私の。いや、お前にはこの体から退場してもらう。バカだ、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 ありえない、ありえるはずがないのです。私の勤勉さを言ってしても、許されない、許されない、許されない、ならないのです。俺はそのような感情を知らない。今何ておっしゃったのです？ジュアイオン、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 ジュアイオ
あなた、怠惰ですね。
黙れ。はい、2発でぶっ殺してやりましたよ。はいはい。で、とりあえず、これで、これが正解の道なのかな？インベージョン。まあ、前の一気のストーリーでもこういう感じでぶっ倒してる。ああ、戻ってきた。戻ってきた。どうやらゴーセルが成功したようだ。これで残る問題は。問題、まだ何かあるのか？何らかの影響により時空の狭間が開いたようだ。こちらに近づいてくる様子だが。誰？なんか、他のキャラクターみたいのが現れたのかな、また。まあ、ここであれなんだよな。新たなキャラクターっていうか、なんだろうな、キャラクターが出てこないのかなと思うんだけどね。何これ、もう。マジで？え、そんな畳みかけてくる？いや、マジで？魔獣じゃん。は？嘘でしょ？倒せるわけないじゃん。出てきましたね。白、なんでクジラだっけ？出てきましたね。とうとう。なかなか面白くなってきたじゃん。まあでもどうせまた戦うんでしょうね。イェーイ。どうして、シロクジラが、討伐したはずだろう。レムもこの目で、これ、ウィルヘルム様がとどめを刺した瞬間を見ています。どうして、スバル殿、あそこにいる謎の生命体と戦ったことがあるのか？ああ、俺が知っているシロクジラと同じなら最悪の展開だ。ゆっくり作戦会議をしている余裕はねえ。まずは急いでこの場を離れねえと。ナスキスバル、説明はいらない。あの魔獣について思い浮かべろ。そしたら皆に協力する、共有する。ブロードキャスト。ごめんなさい。一ついいですか？一気の時に、シロクジラと戦った時に、倒したっていう状況がもうできてるはずなんですよ。で、倒したっていう状況ができてるはずなら、絶対にレム自体の記憶がなくなって、で、強欲の方に食べられてるはずなんだけど、その計画がなくなってるっていうのは、ちょっと、都合が良すぎないですかね、制作人の人たち。ちょっと、さすがに、なんだろ、ボスキャラ出しとけば大丈夫でしょっていう感じ。何これ。マーリン、急にいなくなったと思ったらどこに行ってたんだ。いや、ちょっとこれひどいな。なんか、あんまりリゼロのこと知らないで適当にコラボした感が否めないんだけど。そんなあの成績を全員連れてきたってこと、なんかすげえ並べられてるけども、ひどいな、これ。この手の侵害色はそう難しくない。それでは始めるでしょう、団長殿。いや、ごめん。そんなすぐに倒せるキャラクターではないと思いますよ。やむを得ない選択。うわ、でっかまじで。でかいなぁ。え、でかくない？あれ、そんなでかかったっけ、シロクジラ。まあ、確かにでかいけどさ。え、なに、またさ、あれ？キレも持ってくる？大木でも。面白くねえな。さてさて、うわ、気持ち悪いなぁ。なんかゲームで見るとゲームっぽさがすげえあるなぁ。シロクジラ。多分名前間違えてるかもしれないけど、まあ、とりあえず戦ってみます。戦ってみますっていうか、多分ここカットしちゃダメなところだな。普通に。ちょっと戦ってみるか。俺がカットしてたところをちょっとね、皆さんにその苦悩を見てもらいたいんですけど。いや、目だけ見るとすごいキモいんだけど。もうちょっと全体像映してよ。ここになんか全体像あるけどさ。その目だけ映されてもちょっとなーっていう感じなんだけど、まあ、多分これ一瞬で終わるから別にいいや。はい、はい、はい。もうフェスカで終わりにしてやるよ。いや、すごい。なんか目の端っこを攻撃してるやばいやつになってる。はい、2ターン切れ終わり。ああ、続ける。あ、どこ行っちゃった？何これ？まだストーリー続く感じ？マジで？まあいいよ、全然全然。スバル、お疲れ様。いえ。ミリア様、バルスから離れてください。あれは？終わらないのです。まだ始まらないのです。まずの慈愛に、平愛に、情愛に、愛に報いなければいけないのです。まずいこと、スバル君に何をした？油断した。ゴーセルの力で確かに追い出せたと思ったのに。体が全然動かせねえ。ペテルギウスの野郎が完全にコントロールしやがる。一瞬でいいんだ。体を動かせれば。スバル、しっかりして、スバル。なあ、奴に、何私を命令するの？これをすぐするなら、大変だですね。うるせえ、俺の体に好き勝手してんじゃねえ。スバル、そっちは崖が。なんです、何もクソもあるか、バカ野郎。てめえの好きにさせてたまるか。で？え、何？また戦うの？また戦うの？めんどくさいね、JJ。何？一応カットインしなくてもよくね？
ああ、 MV に入った。え、はあ？あのさ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと一つ言わせてもらっていいですか？あの、え、どういうこと？あ、クリアしちゃった。え、どういうこと？え、待って待って、意味が分かんない、理解が追いつかない。え、どういうこと？は？は？え？戻ってきて、え、なん、ちょっと待って、あのさ、ベテルギウスが自分から死を選ぶわけじゃないじゃん。はぁ、だから完全に追い出すことは無理ってことか。石の総統とペテルギウスと方伯の戦いで総罰、この3つ全て成功させる手段。ちょっとな、自分から死を選ぶ選択肢はちょっとペテルギウス的にはちょっとおかしいと思ったんだけど、まあいいや。で、新たな選択肢として、魔人討伐かな。うん、とりあえず魔人討伐の方をね、進めたいんですけど、魔人討伐、魔人討伐、魔人討伐、3個目かな。どれも選んでもいいってことだから、とりあえず、ディオネスの向かう森って方を選んでっていうか、ちょっとここら辺はスキップできるようにしてくれませんかね。ちょっと、いや、もうちょっと僕に対して優しくしてくれません？まあ、とりあえずここはめんどくさいんでカットを。さあ、ということで、ね、違う選択肢選んだんですけど、はい、野党に襲われてる時です。あの、これ第1回目の死んだ時に、あのさ、村人にさ、スバルが殺されるわけないじゃん。そんなヘマするわけないじゃん、マジで。ふざけてんのってちょっと思いつつ、まあ頑張ってやっていきたいと思います。もうすごい愚痴が出れば出るほどもうめちゃくちゃあるんですけどね。はい。正直、あの、一つ言わせてもらってもいいですか？なんかゲームで繋げてる感が半端なくて、あんまりこう、ちょっとな、楽しめないなって感じがしましたね、やっぱり。あの、リゼロの短編集みたいなのがあって、そのリゼロの短編集に比べるとちょっとなんか内容が薄いなとか思ってましたね。いや、まだだ。まだ、オートまで距離がある。先に敵が残っているかもしれないぞ。オートへ行くのは得策ではないようだ。他に手を貸してくれそうな人はいないのか？キャメロットなら役に立つそうな奴がいそうだけど、ダウンちょっと思う。よし、カメロットで交代だ。はい、わかりました。ということで。リゼロ短編集に劣る感じだな。でも正直、リゼロとコラボしているっていうか、なんか、リゼロの何かとコラボしているっていうなんか要素が大きいかなっていうか、この邪魔なんだけどさっきから。めちゃくちゃ招待してくんじゃん、みんな。どんだけ俺に壊滅戦行ってほしいの、マジで。うざったいな。なんだか振り切った。エミリアタン、怪我とかしてない？うん、私よりスバルの方が辛そうだけど大丈夫？大丈夫って言ってるところが、さすがに全力で走り続けたからな。かなり遠くまで逃げてきたけど、いい加減、奴らも扱いきまえたか？スバル、あれって、なんであいつがここまで来てるんだよ。ということで、またね、同じような現象ということで。一応これ3回目の死に戻りなんで、奴がこう、なんでここまで来たんだっていうことにはなりそうにないけど、繋がってないストーリーとして考えた方がいいのかな、言わんねえけど。3回目の死に戻りで1回出てきてるはずだっけど、こんな何？いや、あの、同じ画像見せなくていいから。同じじゃん、もう。でもそっか、時間帯が全く違うからっていう観点から見てそうだけど、でも、ここの場合だと、そっか、ペテルギウスに会う時と同じような感じだと思うんだけどな。エメリア、レム、ラム、どこだ？頼む、頼むから返事してくれよ、みんなどこに？しばらくして、くそ、しばらくして多いな、くそ、体ついて、確か、シロクジラに吹き飛ばされて転げ落ちて、みんなとかなり離れてます、さっさと合流しねえと。邪魔、うるせえもん。すごい。で、とりあえずここで、狼たちの食事と。エミリたちは一体どこに？うるるるる。野犬、いや、狼か。ワオーン、くそ、波切るんだよ、ガルルルルル。うわー、ガグル。おかしくない？お前魔獣と戦ってたよな。ちょっと待って、ふざけてんな、ほんと。何回死に戻りすれば気がするんだよ、お前。おい。え、なにこれ、イフストーリー、いや、イフストーリーだけどさ、イフストーリーすぎない？いや、過ちかこれ、マジで。過ちレベルでめっちゃ死んでんじゃん、マジ。え？あ、またこの沈黙ね。はい、じゃあ次のストーリー行きましょう。めんどくせえな、おい。さ、次のストーリーは、どれに進めばいいんだっけ？で、これで全部的に全部潰していってと、僕的にはこっちのストーリー行きたいんですけど、行けない感じかな。こっちはなんかこう、あ、だからこっちが正解だから、何？もう全部、何？潰してから行けってことか。全然見当たらないな。
ああ、そうだな。ああ、そうだなと思って。助けてください、助けて。落ち着いて、もう大丈夫よ。何があったの？魔人族たちが襲ってきたよ。村人たちが魔人？聞いたことない種族。いや、あるだろ、いるだろ。魔人っていない？あれ、おかしいな。いや、なんかここにも悪い奴がいるってことだ。何言ってんの、こいつ。罪もない人たちが理不尽に襲われてるなんて見過ごせないわ。助けに行きましょう。黙れ。消え方よ。ポータルにまだ入ってないのに消える瞬間よ。何あれ。タラウからさ、もうちょっとなんとか、なんかさ、なんだろう、そういう順序で進めていくならさ、ね。なんで、もうちょっと死に戻りを生かしたようなっていうか、なんだろうな、やっぱ、世界観が違いすぎるのかな。とりあえず戦いましょうか。はい、とりあえず魔人族ぶっ倒しました。で、ここからどう死ぬかがね、楽しみですね。もうなんか、ほぼスバルが死ぬのを楽しみにするだけのなんか何かになってるような気がするんだけど。てか、あれかな、魔人、また何、2匹目飛ばしてなくちゃいけないの。めんどくさいね、GG なんか。まだいいんじゃん。ああ、必ず2体を討伐しなくちゃいけないと。OK です。わかりました。じゃあ頑張りますか。さてさてさて、じゃあどのように死ぬんでしょうね。本当に。どのように死ぬんでしょうかね、まったく。もうそれだけが楽しみっすよ、今は。もうだって別に、だってさ、知らないようなストーリーがあるかどうかわかんない。なんなんだ、こいつら。めちゃくちゃ強いぞ。ラムとここまで張り合う、たばたり合うなんて。ですが、メリオダス様たちはまだまだ余裕そうです。俺たち、7つの大罪だからな。何が、誰や、こいつ。あれだけホトカとは別格のよね。あれは魔人族なのか。なんか巨大な緑の玉ねぎみたいなやだな。なんか、言い方だよ。グリオ、魔獣の一種だ。魔獣ね。はいはいはい。まあ、こっちの世界にもおりますわな。さ、じゃあグリオンぶっ倒しましょうかっていうか、何これ。え？なんかいっぱい、あん。なんかいっぱいいるけど何？なんかどれかから選んで戦いましょうみたいな感じ？まあ、俺別に、俺はどれでもいいんだけど、まあ、この気持ち悪いやつ、顔がうざいからこいつ殺すか。いただきましょう。さあ、新たな MV ですね。なにこれ。ごめん。ここまで来ちゃうと笑っちゃう。ごめん、ごめん。まあ、あと白クジラで、どうなんの？もう魔獣グリオン倒した後に、何、白クジラ、おー出てきた時に、確定演出の面白すぎだろ、マジで。エミリアが上向いた時に必ずいるっていう、何この感覚。何これ。いや、面白すぎかよ、ほんとに。いや、面白いわ。めちゃくちゃ面白いよ、ほんとに。で、またこれと戦うのも、なんか、同じような戦う、同じようなやつと戦ってるばっかりなんだけど。なんだこれ。結構時間かかってるんですけど、やっぱストーリー読んだりとかすると時間かかるんですかね。もう、今度、どっかでリゼロコラボ RTA とかやってるやつとかいたら面白いな。ストーリースキップしまくって。まあ、頑張りましょう。はい。で、とりあえず一応、まあ、討伐っていうか、まあ、そんな感じになったんですけど、まあでも討伐って言いながら絶対に生き残ってるんだよな。え、倒せるわけないよね。うん。え？あ！倒しちゃった？え？バルス下がりなさい。俺たちに逃げられると思っているのか。いや、待って、ここで死ぬとか言わないよね。いや、ここで死ぬとか言うさ、クソおもんないさ、ヘナチョコ展開見せたら俺泣くぜ。あ、こっちじゃない、こっちじゃない。あ、こいつこいつこいつ。え、なにこいつ。銀色のマジ、お前何回出てくるんだよ、お前。結構しつこいな。アルキューマ。ゲーなんだこれ。キリがね、次から次へと。あの銀色が厄介ね。魔力を全部吸収してしまっているわ。ラムも体力の限界よ。ん？ん？この世界ってさ、魔力は確かに関係あるけど、確か、マナから吸収して、それを、なんか使うんだよね。関係なくね、魔力。関係あるけど、関係なくね。時間がね、このままだと時給の狭間が閉じて永久に戻れなくなる。スバル君危ない。俺は一体何見せられてんだこれ。ああ、で、これ戦いに入ると、はい、わかりました。OK で。なんだろう、あれ、僕的には思うのが、リゼロの世界にあれだね。